前科3番893番ちょいき太郎です。本日のお話はヤクザの修行礼儀作法、そしてここからが大事な見ざる聞かざる言わざる、この言葉の意味ですね。日光東照宮でおなじみの見ざる言わざる聞かざるなんですが、見てはいけません、聞いてはいけません、喋ってはいけませんみたいな戒めみたいな風に思ってられる方がほとんどだと思いますが、本来の意味は違いますね。そしてこのことわざがなんか日本起源のような風に思ってる方が多いんですが、違うくて、もっとお猿さんこれいっぱいいて、その人生観みたいなことの話で、まあ切り取られてそのようになったんですが、この日光東照宮、右から見ざる言わざる聞かざるっていう順番なんですよ。893ヤクザの修行の中で言われたのは、わしらの世界はな、見ざる聞かざる言わざるなんだ、わかるか、これを守れって言われたんですよ。だからそう取ると、見てはいけません、聞いてはいけません、喋ってはいけません、喋ってはいけませんはわかるんですよ。何にしても喋るなっていうのは大事なんですよ。だけど見るな聞くな言うなっていうことは常に言われたんですよ。だから余計なことは見なくていい、聞かなくていいっていう風に思ってたんで、ああ、もう無関心にして、あ、いろいろなんか喋ってるな、あ、そうなんだなっていうことは聞かなくていいなって思ってたんですけど、ある時期、ある年齢に来ると、そんなことは言ってられないですよね、正直言うと。知らなかった、聞いてなかったじゃ済まされなくなるんだ。なんや、そんなこともわからなかったんかって言われてよしなんで、これどういうことだろうと悩むわけですよ。要は、私の感覚では、見てはいけないじゃなく、見てしまうっていうか、見てます。聞きます、しっかり。だけども、言うなっていうことだと解釈しました。そういうことだと。見たくなくたって見るもんは見るじゃないですか。聞きたくなくたって聞いてしまうわけじゃないですか。ただ、それを喋るなっていうことなんです。なるほどな。こんなことがあったんですね。私も、組場の車を運転するようになって。まあ、乗せてるときは、慎重に運転するじゃないですか。そら、新車で、当時電話もついて、ね。で、ちょっと、車を洗いに行ったり、買い物行ったり、一人で乗ってる時は、もう調子に乗って、ふんずり返って乗ったりするわけですよ。で、同級生に見せびらかしたりですね。ね、んで、まあ、あ、もう帰らなきゃいけないみたいな、ポケットベルが鳴ったから帰らなきゃいけないみたいな。ね、格好つけて、後ろを見ないでバックしたら、なんかバーンぶつかったんです。うわ、やっべえなと思って、もう、恐る恐る見たら、もうバンパーも凹んで、トランクまで凹むような、大変なことなんです。うわ、終わったと。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようと思っても、言うしかないじゃないですか。もう帰って、すいませんでした。すいませんでしたって言って、車ぶつけまして。そしたら、なんて言ったと思います？普通皆さんもこれ、もうけじめだとか指とか思いますよ。全然違うんですよ。ああ、そうか、怪我は？いや、怪我しません。ほんならええわ。もう修理行っとけ。いや、車見て。いや、もうええんでも、見んでもええと。そのもん見んでもええと。形あるものはいずれ壊れる。もうそんなもん直しちゃええんだ。車へ持ってとけ。ね、本部長が頭に言って、いや、すいませんって。で、まあ一応そう言うと、頭と本部長が、お前しっかりせんかって、まあもうその怒られるのは、もう全然愛情がある、もう岸の親父謝らんかって言って、ですいませんでしたって。まあそんな時は、もう本当に、床でも、やっぱり手ついて謝らなあかんもんですから、いわゆる土下座ではないんですよ。そうするともうそれは形は収まるんで、はい。もうそれは言わんです。っていうことです。まあね、大変な修理代だったと思いますよ、それは。保険なんかで直さないんで。へえ、すごいなぁ、思いますよ、やっぱり。今までの学校とか、ね、小学校、中学校で、そんなこと言った途端に、自分で正直に言っていいことなんか一つもないんですよ。言えば言っただけ責められて、ね、言ったら怒られないって言ったの、言ったらまた怒られるってことでしょ？それが、反社会、いわゆる、皆さんから忌み嫌われる、そういう組織に、そんな大変なこと言ったら、まあ、自分思いましたよ。あれ、親のところに請求が行くんじゃないかとか、借用書書かされるんじゃないかとか、ローン組まされるんじゃないかと思いましたよ、一瞬。まだ1年か2年ぐらいなんで。そんなことはないんですよ。全くないんですよ。いやーね。びっくりしましたね。で、まあ、そこから経て、1ヶ月ぐらいですかね。高速道路を運転して、どっかまあ、地方、他のとこ行くときにガソリンを入れたんですよ。で、パッと降りてガソリンを入れたときに、ふとボンネット見たら、ボンネットに飛び石で、本当に1ミリ、2ミリぐらいの傷が、白い車だったんで、パンと当たったのが黒く点になってるんで、あ、汚れかなと思ったら、もう塗装が剥がれてたんで、あ、飛び石だと思って、自分も前のことがあるから、そんな、なんか運転しながら、
ガソリンを入れて動きながら、ああおやさん、車あの傷がついてました。はって言うから、いや何や、いや飛び石だと思います。飛べろって言われて、何が飛び石だこらって言われて、自分びっくりして、絶対自分じゃないしという気持ちがあって、おりんかと、いやこれあのどれだって言うから、これです、お前今気がついたんかって、いやって何が飛び石だって、お前どういうつもりで言っとるんかっつって、えらい怒られて、いや全然わかんないですよ、言ってる意味が。うわ機嫌が悪いのかなっていう風に思ってたんですけど、後々よくよく考えれば、その前のことをいいことにして、やっぱりそれが調子に乗ってた態度がずっとあったんだと思います。許してもらったことをいいことに、何かそれをいいように解釈して、これその時に反省しなかったんでしょうね、自分が。多分そのことで本当怒ったわけじゃないですよ。いや自分分からなかったんですよ、その時は。今になって気がつけば、というタイミング、その道中で言うタイミング。だから、何でもかんでも、いや、いいもんだっていうものでもなく、タイミングと、そんなことは正直言ったら、どういうことかって、後々で聞いたら、いちいち報告せんでも、自分でどうにかせえってことです。それぐらいのことなら。何でもかんでも言わずに。それが安いか高いか知らんけど、そんなこと言って、それぐらいのことなら、全部ボンネットから帰ろうと言われましたから。変えようがないじゃないですか、正直言って。でも車に持ってって帰ろうって言ってんで、いや、さすがにそれはって。だから、本当に綺麗に直して、変えなくてもいいような形にして、直りましたって言ったら直るわけなんで。ああ、なるほど、こういうことかと、世の中の原理、その、建前上はそうかもしれません。でも、そんなことを、いろんな教訓だったんですね、これは。見ざる、言わざる、聞かざる。いろんな解釈があると思います。それは、現代においても全然違うくなってきます。ただ、この言葉のように、見ざる、言わざる、聞かざるっていう風には、世の中生きていけないので、見ちゃうし、聞いちゃうし、喋っちゃう。ただ、本当に喋る。喋ることはね、気をつけないと。私も喋りすぎには注意しないといけないですね。はい、ありがとうございました。